してよね、思いが詰まった君との約束。年を重ねるにつれて君をまた忘れられなくなるの。私ってこんなにも弱かったかな、君のことを思うとまた拭っても拭っても願うだろう。ああ、私がまだかまだかと待っていても、君は迎えに来てくれなくて、今も変わらない君の温かい手にもう一度触れたいな、もう一度触れたいな。ありがとうございます。皆さん、はじめまして、あやかです。よろしくお願いします。高校2年生の16歳で、最初に出たみやちゃんと同じ年です。よろしくお願いします。じゃあ、2曲目、歌います。聞いてください、幼い僕の強がり。まるで夢を見ているようなそんな気分、ふわふわ浮いているようなそんなフィーリング。気づいた時には暖かい手が僕を包み込んで、気づいた時には夜空に向かって歩いていた。少し幼い僕が恋したあなたは僕より少し大人だった。
この星より綺麗だよとカッコをつけて言ってもバカじゃないのって笑うんだろうな。手のひら重ねる僕のちょっとの勇気。さっき一番最初2番目かな、みやちゃんがなんか私にバカにされたみたいな話してたの覚えてます？身長の話で。そうでもね、6センチ違うんですよ実は、みやちゃんと私。これはねねバカにしていい？そう、私ちっちゃい方で身長がで、結構ライブとかに出させてもらうと身長ちっちゃいっていう風にバカにされて、なので今日ちょっと自分よりちっちゃい子がねいて、はい、言っちゃいました。ごめんね、ごめんね。ただ年をね、私16歳なんですけど、彼女17歳でなんか1歳年上っていう風にバカにしてきましたよ。じゃあ次の曲いきます。聴いてください、僕の涙と音色。雨の日の帰り道、中靴にレインコート着た一人の男の子、ママの服を掴んで楽しそうに微笑んだ。ああああ
こもってギターを弾いていた。一人切ない曲を書いて、窓の外雨の音、私の胸を締め付ける。笑い声頭の中で何度もリピートされて、怖くない、一人じゃない、何も見えない、この涙ごと雨に流されてしまえばな。雨の日の帰り道、寒さに泣いている一輪の花、まるで自分のようで、小さく微笑んで静かに散った。部屋の中、雨の音、私の胸を苦しませる。ギターの音だけが慰めるように響く。大丈夫、大丈夫、寂しくない。この涙ごと音色に包まれたいな。さっきまで降っていた雨が上がって、雲間に抜ける明るい光、そんな光に照らされながら、今日もやっぱり切ない曲を書くんだ。窓の外雨の音、耳を塞ぎたくなる。あの子の笑い声も、あの人の泣き声も、切ない音色だけ響いていてくれれば、それが心地いいから。窓の外雨の音、私の胸を苦しませる。頭ん中で何度もリピートされて、怖くない、一人じゃない、何も見えない、この涙ごと雨に流されてしまう。長靴にレインコート着た一人の男の子、ママの服を掴んで楽しそうに微笑んだ。ありがとうございました。じゃあ次の曲歌います。ちょっと静かめな曲なので寝ないでね、みんなちゃんと聴いてね聞いてください。缶コーヒー。街角で一人、瞳を閉じればあなたのことを考えて、1週間前に送ったメールを見ながら問いかける。元気にしてますか、あなたの中に私はいますか。バカみたいね、不意に私
私の前に現れて、愛してるとつぶやいた。明日はもうぬくもりを感じられないなんて。あの日もらった缶コーヒー、中身は空っぽなのに捨てられないくらいあなたが好きで、あの日交わしたキスのぬくもりさえもまだ忘れられなくて、溢れそうなこの気持ちが伝わってしまいそう。した二人の思い出の写真見ながら思う。笑っていますか？一人で泣いてないですか？バカみたいね。いきなり鳴り響く着信音。私はずっとあなただけを見ているのに、あなたが好きな缶コーヒー、苦いのは苦手なくせに真似して買っちゃうくらいあなたが好きで、あの日交わしたあなたとの約束さえもまだ忘れられない。気持ちが伝わってしまいそうで、オレンジ色に染まる公園、花壇に少しだけ近づいたあの日も、些細なことでぶつかり合ったあの日も、いい思い出だねって笑い合えたならいいのに。あの日もらった缶コーヒー、中身は空っぽなのに捨てられないくらいあなたが好きで、あの日交わしたキスのぬくもりさえもまだ忘れられない。しまいそうで、溢れそうなこの気持ちを伝えてしまいそうよ。ありがとうございました。はい、次でラストの曲になるんですけど、歌う前にちょっと宣伝というか話があります。今日なんと初物販持ってきました。ありがとうございますありがとうございます。CD4 曲入りと、あとトートバッグ、 CD のジャケットの柄の描いたトートバッグ、ありがとうございます。後ろでありがとうございます。
そうトートバッグ売ってますので、ぜひちょっとあやか気になるなみたいな思ってくださった方は、持って帰っていただけると嬉しいです。はい、ありがとうございます。以上です。よし、ラストの曲は皆さんね、明るく終わろうかなと思って手拍子をお願いしたいなと思います。いけますか皆さん、手拍子いけますか。お、ありがとうございます。よし、じゃあ皆さんも一緒に手拍子お願いします。ラストの曲聴いてください。ダーリン。
はい、今日は上げ底なしで、あ、はい、はい、純粋にこの身長、この身長が153センチ、はい、153です。はい、ということで先日ね、東京のライブで、即席ユニットチビーズっていうユニットをね、見せていただいたんですよ。はい、ね、懐かしいですね、もうね、懐かしいですね、なんかすごいなんか昔な気がするんですけど、うん、先週ですよ ね、 ね、ただね、チビーズというとね、もう次のアーティストが結構チビーズさんなんで、なんかヘアスタイルもなんか近いし、なんか、あ、新チビーズとか結成するといいんじゃないでしょうかね。ね、多分6センチぐらい、彩香さんより6センチぐらい低い人だと思います。146.8 だっけ？まあいいや、後で聞いてください。はい、と、はい、いうことでね、彩香さん、今日はどんなステージになりましたか？今日はですね、いつも最初から間違えるんですけど、私、うん、緊張して、はい、最初間違えなかったですね、もう。お、そうなんだ。はい、うん、ちょっとこれは良かったんじゃないですか。これはバカにされないで済んだという。バカにされないで済みますね。なんか今日はさっきね、彩香さんの熱狂的なファンがね、最前列で写真を撮りまくってたんですけど、あれは何だったんですか。なんでしょうね、あれあの方は何だったんだろうね。ねえ。